皆さんこんにちは。今回は室温環境と冷凍庫を使った低温環境で空割りの効果を確認したよという紹介をします。空割りとは CPU の表面についている金属板ヒートスプレッダーを取り外すことで CPU の発熱源である台と CPU クーラーに接触するヒートシンク、この間の熱伝導を担う熱媒体を塗り替えます。熱媒体は CPU グリスのようなペースト状のものや、最近だとソルダリングというハンダ付けみたいなものがあるようです。私が冷凍庫 PC 用に準備した CPU はインテルの Core i7-6700K で、熱媒体にはペーストタイプが使われています。それでこのペーストタイプの熱媒体が結構 CPU 冷却におけるボトルネック、とても足を引っ張る存在みたいで、空割りして市販の CPU グリスに塗り替えることで CPU 温度が大きく低下させることが期待できるようです。まだ冷凍庫 PC 用では空割りしていなかったので、いずれは空割りしようなんて思っていたのですが、冷凍庫 PC として動作確認をしていく中で空割りをして確認したい理由が別に出てきました。これまでの動作確認で冷凍庫を使った低温環境下、マイナス10度 C やマイナス20度 C 近い温度環境でベンチマークを行い、CPU 温度や冷却性能を表す熱抵抗という値を使って測定、評価してきました。でも低温環境だと CPU 温度が思ったより下がらない。例えば室温は20度 C で、低温環境はマイナス10度 C、30度 C 分環境温度は低下したのに、CPU 温度は20度 C しか低下しない。こんな感じで室温環境と比べて低温環境だと冷却性能が低下するといった変化が起きていました。そしてこの変化はこれまでに動作確認してきた空冷クーラーのリテールクーラーと自作した水冷クーラーの不等液水冷両方で発生しています。別々の CPU クーラーで同じ変化が出たということは、もしかして CPU クーラー以外で低温化の影響を受けた部分があるかも。 CPU クーラー以外の部分というと CPU グリスとかヒートスプレッダーとか熱媒体とかかな。じゃあ一つずつ変えて変化を見ていこうということで、今回の検証の空割りを行うことにしました。ボトルネックも消せるし、低温化における冷却性能低下も消せるかもしれないなんて20で美味しいです。きっかけはこんな感じです。では前置きはこれぐらいにして、早速今回の概要をお話ししましょう。まずは空割りを実際にやってみました。私としては初めての空割りで、それなのに準備した空割り用の道具は400円ほどの格安品という不安が多少あった空割りでしたが、問題なくヒートスプレッダーを剥がすことができました。剥がれたヒートスプレッダーと CPU 台に塗られた熱媒体を見ると、乾燥しきったとまではいきませんが、ペーストみたいな流動性はなくなっていました。この熱媒体が冷凍庫 PC における CPU 冷却のボトルネックになっていたようです。使っている CPU が 6700K なので熱媒体がペーストタイプなのは問題ありませんが、さらにこの CPU は中古で購入したものでした。前の使用者も普通に使用していたでしょうから、長年の使用で熱媒体が劣化してこんな状態になっていたのでしょうか。疲労困憊な熱媒体は取り除いて、これまで使っている CPU グリス、アークティックの MX4 に塗り替えました。普通空割りしたのだったら液体金属の CPU グリスを使うことが多いのですが、液体金属は次のテーマで CPU グリスの比較として使う予定があるので、今回は MX4 を使っています。CPU 台に MX4 を塗って、ヒートスプレッダーを戻して、あとは普段通りに CPU クーラーを設置しました。それでは結果です。ベンチマーク中の CPU 温度最大値ですが、パート13で紹介した検証用の不等液水冷の結果と比べて、室温環境下では CPU 温度が20度 C ほど低下しました。これまで冷凍庫を使って構築したマイナス10度 C ほど低温環境、そこで得られた結果を室温環境下でも実現できました。さらに低温環境下で動作確認を実施すると、マイナス18度 C 環境下、定格動作で CPU 温度が22度 C でした。室温とかアイドル時の CPU 温度じゃないですよ。定格動作ですが、ベンチマーク時の最大温度が22度 C だったんです。空割りの効果は絶大でした。冷却性能を表す熱抵抗でも見てみます。熱抵抗はどのくらいの温度差で熱を移動させることができたか、これを示した数値です。小さな温度差で多くの熱量を移動できれば熱抵抗の値は小さくなるのですが、CPU クーラーに置き換えると、高発熱流の CPU でも温度上昇を抑えて熱くさせることがない、みたいな感じになります。熱抵抗が小さければ、クーラーみたいな放熱機器としては高性能ってことです。
それで今回から割り後の結果は空割り前パート13の結果と比べると 0.2 から 0.3 くらい熱抵抗が低下しました。割合にして 30% 低下です。熱抵抗的に見ても空割りした恩恵がよくわかります。一方で環境温度が低くなると熱抵抗が増加する、冷却性能が低下してしまう現象は相変わらず発生しました。熱媒体は低温化による冷却性能低下の原因ではなかったようです。じゃあこの現象の原因は CPU グリス？それとも CPU クーラー側とか？まあこれは次回以降一つずつ検証します。今回の紹介はこんな感じです。ちなみに、当初紹介予定だった大直は、やってみたのですがうまくいっていなくてまだ継続しています。なので今回紹介しません。次回動画では空割り後の空冷クーラーによる冷却はどうなったかを紹介することにしたので、その動画の最後に大直についてもちょろっと状況を紹介しようと思います。ひとまず空割りによって CPU 温度は20度 C 低下、これは大きな温度低下でしょう。まあ既存の熱媒体が乾燥し始めていたのは予想外でしたが、その分大きく恩恵を受けれたのかもしれません。これでやっと最近の CPU の放熱機構、これに近しい状態にできたでしょう。標準になったみたいなものですかね。その上で冷凍庫による低温環境が使えたのでだいぶ冷やすことができました。なんか、普通は CPU クーラーを良いものにしたり、空割りを試したり、いろいろあった上で、その次に何を思ったかなぜか冷凍庫を持ち出す、みたいな順番ならありえそうですが、私の場合は順序が逆になった感じがします。結果的には今回で同じ潮流に至ったでしょうけど。ではそんな今回の空割りについて詳しく紹介していこうと思います。空割りをするきっかけについては冒頭で話した通りで、空割りして既存の熱媒体を市販の CPU グリスに塗り替えることで、CPU 冷却のボトルネックを消すことができそうだし、気になっていた低温化による冷却性能低下を解消できるかも。そんなことを期待して実施しました。まず空割りするにあたって準備した空割りキットがこちら。アリエクスプレスで送料込み400円で購入した格安品です。簡単な作りですが CPU ソケット775と1150番台の CPU に対応しているとのことです。CPU の形式で言うと 3770K から 1900K だとか、幅広いですね。では空割り粉と CPU のヒートスプレッダを剥がしてみましょう。CPU の裏面にびっしりついているコンデンサとかの素子に力がかからないように、空割りキットに作られたスリット部分に素子が来るよう CPU を収めて、あとは万力みたいにボルトを締め上げていきます。ボルトを締めていくと金具が押されていって、その金具がヒートスプレッダに当たります。さらにボルトを締めていくとヒートスプレッダをずらすような、CPU 基板と平行な方向に力を加えていき、基板とヒートスプレッダを止めていた接着剤を無理やり剥がしていきます。なんか原始的な加工です。なかなかドキドキで、ヒヤヒヤです。突然ボルトを締めていく力が緩まりました。どうやら接着剤が剥がれてヒートスプレッダがずれたようです。CPU を取り出してヒートスプレッダを外してみると。CPU 台と熱媒体が現れました。いやーお二方には日頃からお世話になっています。本当に。それにしても熱媒体は、だいぶやつれた感じですね。この CPU は中古で購入したものだったので、熱媒体も長年の使用の中で劣化してきてしまったようです。乾燥しきったわけではないですけど、流動性はほとんどありません。流動性がないと何かの拍子に亀裂や隙間ができやすくなって空気層ができてしまいます。そもそもペーストタイプはソルダリングや液体金属より熱伝導という面で見劣りするのに、空気層なんてほとんど熱伝導に寄与しないものができてしまったら悲惨です。この熱媒体の状態だと、もう限界でしょう。お疲れ様、熱媒体。これまでお世話になりました。じゃあ塗り替えましょう。今回はこれまで使ってきた CPU グリス、アークティックの MX4 を塗りました。多くの空割りの実施例では、熱媒体を液体金属に塗り替えることが多いのですが、液体金属は次の検証テーマ、CPU グリスの比較という形で使う予定なので今回はまだ使いません。ただ液体金属が今後使えるように、CPU 基板上にある一部の端子にはシリコンシール剤で覆っておきました。台に MX4 を塗ったのでヒートスプレッダを戻します。
本来はもともとヒートスプレッタを基板にくっつけていた接着剤のようにヒートスプレッタの縁にシール剤を塗って戻すのですが、今後何度もヒートスプレッタを取り外す予定だったのでシール剤は四隅だけにしました。まあその後にヒートスプレッタを取ったりつけたりする時にはシール剤はもう塗りもせず、マザーボードの CPU マウントパーツで押さえてもらうだけにしていますけど、ひとまずシール剤を塗ってからヒートスプレッタを戻したので、シール剤が固まるまでヒートスプレッタを押し付けます。それで、押し付けなければいけないのですが、どう押さえておきましょう。数千円する空割りキットだと固定用の器具も同梱されているようなのですが、今回使ったものにはありません。ヒートスプレッタを押さえておかないとシール剤の厚み分、ヒートスプレッタと台の間に隙間ができてしまいます。何かいいものは、マザーボードについていました。CPU を固定するマウントパーツがヒートスプレッタを押してくれます。ただヒートスプレッタがずれやすいので配置を気をつけて、押さえた状態で固定できました。この状態で半日放置しました。おそらくヒートスプレッタの位置は本来の位置から変わっていると思います。数千円の空割りキットのように専用設計されたわけではありませんし。でもこの方法ならインテルの CPU、どれでもとりあえずはできるんじゃないですかね。まあ位置がずれていたら見た目が悪いですし、どの程度抑えられているのかわかりません。今考えると心もとない方法でしたが、結果的には大丈夫っぽいので良かったです。あとは CPU クーラーを普段通りに設置して、PC を動かす準備ができました。実際にベンチマークをして空割りの効果を見ていきましょう。シネベンチ R20 によるベンチマークを実施して、その時の CPU の温度や消費電力をインテルエクストリームチューニングユーティリティで、PC 周りの空気の温度を環境温度として温度計で測定しました。この後結果で紹介する CPU 温度はベンチマーク中の最大値で、熱抵抗は温度と消費電力のそれぞれの最大値と、温度計で測った環境温度の最大値を使って計算しています。では室温環境において定格動作でベンチマーク開始です。開始すると CPU 温度が上がりますが、50度C 台です。空割り前のパート13では70度 C 台だったので、この時点で20度 C くらい低いです。これは期待できます。さらにもう一つ大きな変化点がありました。CPU コア温度のばらつきです。空割り前は大きかったコアごとの温度ですが、だいぶ縮小してくれました。コアごとの温度のばらつきについて話したの、はいつぶりでしたっけ？パート0以来？いや、そもそも触れたことあったかな。気にはなっていましたけど、熱媒体を変えたことで解消することができました。というかこんなばらつきが起きるほどあの熱媒体の状態は厳しかったんですかね。塗り直した甲斐がありました。結果はスコア2110ポイント、 CPU 温度は55度 C でした。オーバークロックもやって他の動作設定でも同じようにベンチマークしてみます。 4.4GHz 動作ではスコア2312ポイント、温度は66度C、4.6GHz 動作ではスコア2365ポイント、 CPU 温度77度 C です。これまでに室温環境で測定できた動作設定だとどれも20度 C ほど CPU 温度が低下し、さらに CPU 温度が高くて計測できていなかった 4.6GHz 動作を行うことができました。空割りすっごい、こんなに恩恵があったんですね。熱抵抗で見ても 0.23 ほど、割合にして 37% 低下してくれていました。0.23 という熱抵抗の違いですが、これまでの動作確認で不等液水冷とリテールクーラーの違いが 0.16 くらい、空冷クーラーの無限5とリテールクーラーの違いが 0.14 くらいです。つまり CPU クーラーをいいものにするよりも、空割りの方が影響が大きかったということですね。一つ勉強になりました。次は冷凍庫を起動して低温環境下で動作確認をやっていきます。冷凍庫の温度設定はレベル1。庫内の空気温度はマイナス9度 C からマイナス11度 C になりました。パート13で事前に動作確認した際はレベル1でマイナス9度 C ほどでしたが、今回はより低温になりました。これも空割りの効果ではさすがにないでしょう。多分最近涼しく、家肌寒くなってきたので、冷凍庫も冷やしやすくなって庫内の温度がより低温になったのだと思います。この後の温度設定においてもより低温になり、温度設定レベルと庫内の空気温度の組み合わせが従来と異なるので、これまでは温度設定レベルごとにまとめていたグラフデータを、今回から空気温度ごとにまとめています。では定格動作における結果はスコア2106ポイント、CPU 温度は29度 C でした。スコアはほとんど変わりません。まあ同じ動作設定ですし、
というか他の動作設定でもほとんど変化しません。定格動作だと 2100.4GHz 動作だと 2300.4.6GHz 動作だと 2400 それぐらいです。変わり映えがないのでこの後はスコアの説明を省略します。それより CPU 温度ですよ。29°C になりました。室温環境下に比べて 26°C 低下です。空割りプラス冷凍庫の効果が強烈に出てくれました。空割り前のデータと比べると20°C 低いです。この差は室温環境時と変わりありません。空割り前のデータと似た傾向ですね。熱抵抗は相変わらず増加していました。値は 0.606 で、室温環境時より 0.209 割合にして 53% 増加しました。熱抵抗の増加量を見ると空割りの前でも後でもだいたい 0.2 くらいです。同じ変化が起きているということですかね。空割りの前後の共通点というと、同じ CPU グリスだし、同じ CPU クーラーだし。ただ今回は熱媒体を MX4 に塗り替えました。もし CPU グリスが低温下における冷却性能低下の主な原因なら、空割り後の熱抵抗がもっと増えてもいいような。ということは CPU クーラー？ CPU グリスの比較をする前に原因の正体が見え始めてきたような感じです。まあそれは一旦置いておいて、他の PC 動作設定の結果も見ていきます。一様に温度が下がっています。4.6GHz 動作で 50°C とかこれまででは考えられなかった状態になりました。温度的にはまだまだオーバークロックしていっても大丈夫そうですが、前回のパート14で話したように OC 設定が良くないのか、CPU の OC 耐性が低いのか、どうもオーバークロックしても安定しないので今回はこれ以上のオーバークロック設定を試していません。検証が一通り終わったら、どこまでオーバークロックできるかは試そうと思います。他の温度環境における結果も、ざーっと見ていきましょう。すべて定格動作時の CPU 温度です。温度設定レベル3で庫内の空気温度マイナス 15°C だと 26°C、レベル5でマイナス 18°C だと 22°C です。さらに従来空気温度がマイナス 18°C になっていたレベル8も一応やってみると、庫内温度はマイナス 22°C になり、CPU 温度は 20°C になりました。ベンチマーク中の最大温度ですが、私がいる部屋の気温よりも低くなりました。冷えましたね。熱抵抗を見ても数値が低下しているので、全体的に冷却性能を向上できたようです。まあ冷却性能が根本的に底上げされたというよりは、大きく足を引っ張っていた根本的なボトルネックを取り除けて、マイナスから標準に戻った、そんな印象です。一方で熱抵抗を見ると、低温下で熱抵抗の値が増加していたので、空割りをやっても相変わらず冷却性能は低下してしまったようです。熱媒体という要素が取り除けたので一歩前進ですが、まだまだ検証は続けていくことになりそう。そんな今回の動作確認でした。今回の紹介はこれで以上です。話が変わりますが当初は空割りして、大直もやって、それらを一つの動画にまとめて紹介しようと考えていたのですが、空割りの作業から話していたら、思いのほか話題のボリュームが増えて、さらに大直はまだうまく計測できていないので、そんなの話してもややこしくなっちゃうなぁと思い、そんなわけで比較的にうまく結果がまとまっている空割りのみを今回紹介しました。次回の冷凍庫 PC は、今回の動作確認中に実は疑問に思って追加で計測した、空冷クーラー無限5とリテールクーラーにおける動作確認を紹介する予定です。大直については、次回動画の最後になんで延期しているのか経緯を話して、本格的に紹介するのはおそらく次回の冷凍庫 PC 動画になりそうです。そんな感じで進めていきますので、今後ともよろしくお願いします。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。